次のムーブはアニメーションを入れようと思っていて、まあ、単純に僕がやりたいっていうのもあるし、僕の経験上アニメーションをみんなでしたらすごい盛り上がるっていうのを知ってるのでやりたいなと思います。その時になってくるとやっぱポップとかできそうなレア君がいいなと思ってレア君を選びました。それぞれが相手に向けて突飛なことをやるより強みを生かしていきたいなと思って、それでやっぱタケルがアニメーション得意で、まあ、みんなで合わせる力も強いので3人でやった時にアニメーションをやりたいっていうのもあったので、やっぱりそこに当てはまるのはレイヤーが一番ドンピシャでハマるなとは思いました。気持ち的には複雑な気持ちで、嬉しい半分すごい、負けてるので僕のチームがすごい悔しかったし、今正直ちょっと感情がすごい複雑で、タケルチームに選んでもらった代わりにはやっぱしっかりした最高のパフォーマンスできればを作りたいなと思ってるんで頑張りたいです。レイヤ君が青チームの構成も結構考えてたっていうのを後で知って、思わぬ作戦にやったという、まあ、僕やってたんでちょっと、あと構成とか結構わかるんで、構成っていうかまあ振りっていうか各々が強い好きで思ってるし、まあ、あとは揃える力もあるし結構いいチームだと思ってるので、まあ、全然心配はしてないです。自信しかないです。まあ、一回今日乗り越えれたんで、今日の反省点はしっかり、まあ、抑えつつレベルアップして次の本番には迎えたいなと思っています。僕は個人的に今日での反省が何個もあったので、そこをしっかり次に生かしてもっといい動きできるようにとか、ソロでもっとチームに負けないようにしっかり自分も出せるようにしていきたいなっていうのを思うのと、まあ、でも今はワクワクが強いですね。まあ、もちろん不安もあるんですけど、まあ、それよりかはまあ前やってた3人じゃないこのタケルチームとできるっていう楽しみでもあり、期待してる部分もあり、でもやっぱ今日の反省点を生かしてもう次パフォーマンスするときはやっぱ改善できるように頑張りたいと思います。まあいい踊りがねみんなで見せていけたらいいなとは思ってます。